日本愛知県岡崎市本町地区竜未島竜未島は愛知県岡崎市の町名である。現行行政地名は龍見島1丁目から竜未島3丁目。岡崎市のやや南に位置する。主に住宅地を形成している。障子は置かれていない。2019年5月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。 国勢調査による人口の推移市立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。辰巳が岡公園の展望台流、三岡学区子供の家ぬかた明大寺村の一部を前身とする。合併や編入により、1916年には岡崎市明大寺町の一部となったが、1965年から始まる宅地開発以前は山林だった。 1965年、岡崎城の辰巳の方角にある丘陵地帯であったことにちなみ、一帯が、辰巳が、丘と命名され、辰巳が、丘と地区各整理組合が設立された。以後、一気内の約8割が山林だった一帯が整備され、道路、公園、宅地などが設置、開発された。1988年5月21日、 大成町及び明大寺町の一部が独立し、龍美島一丁目に、大成町の一部が独立して、龍美島二丁目及び三丁目にそれぞれなった。明大寺町あざ神殿の地名が、神殿公園に、大成町あざ公表の地名が公表緑地にそれぞれ残る。1989年、辰美が岡と地区各生立組合解散。ありがとうございます。